エンポリアムデパートと保険内、日本人家族に人気のアパートメント、ハマチ。こんにちは、バンビです。今日ご紹介するのはこちら、カサ24というアパートでございます。こちらの建物はアットホームで過ごしやすそうです。ポンポン駅から徒歩10分、ソイ24にあります。とっても便利でしょう。早速中に見に行きましょう。皆さん、ロビーは可愛いらしいのおもちゃがたくさん置いてます。ここは家族の方に向いてますね。とっても広い、120平米で2ベッドルーム。すっごい清潔感があってシンプルで使いやすいですね。キッチンから見ようかな。こっちにレンジがあって、棚もあって、ここにもカウンターキッチンみたいな、はい、電気コンロ、4口。これは女性に嬉しい。シンクも大きい、この深さはなさそうだけど、横に広いよね。オーブンまであるんですよ。オーブンあるってね、結構奥様的には人気ですからね。収納ですね、結構ある、結構スペースある。冷蔵庫が新品なの嬉しいです。結構新しめですよね、はい、ちょっと開けてない棚が一つあるんですよ。あ、すごい、こんな隠されたところに洗濯機、大きな洗濯機は服何枚入れられるかんだろう。リビングはすごい広いですけど、こちらにここにおもちゃとかやっぱり置いて、こう子供が遊べるようにとかしてる人も結構多いんじゃないですかね。あと机置いたりとか、ダイニングテーブル、いい感じ、シックな感じで、大きめなソファ4人掛けぐらいな、4人ぐらいな。目の前にもテレビ、結構大きい50インチのテレビで、棚、これですと私のパパだと CD とか DVD とかめっちゃあるんですよ、家に。でそれママがいつも邪魔とか言うから、こんな棚あれば問題解決だろうなって。ベランダ見ましょう。ちゃんと網戸もついてます。びっくりしないでください、ここ広くないです。広いじゃない、もう広いです。やばくないですかこれ。じゃあ気になるベッドルーム見ましょう。こんなサイズってなんて言うんですか。とりあえず部屋も広くて、見てください、このキングサイズとクイーンサイズかな。今回前使ってた人がアレンジしてカスタムして、キングサイズのベッドを置いて、そのクイーンサイズのベッドも置いて、こうみんなで寝れるようにしてる。5人ぐらい寝れるんじゃないですかね。もう私何人も寝れるんです。めまい。ここの収納はいっぱいあると聞いたので開けちゃいましょう。いいですね。こんなスペース、こんな収納、やっぱ家族向け物件だとこれぐらい収納あるといいですよね。大きいスーツケースが2、3台持っても置けると思います、うん。金庫もちゃんとあるから安心です。バスルームに行っちゃいましょう。広っ。こんな大きなバスルームだったら、これも何人いてもみんな遊べると思います。水圧のチェックをします。最初は強い、すぐに明るくなりました。5点中何点ですか。もう5点開けたいです。5点です。バスタブ結構ゆったり寝れる。はい、私2人でも寝れそうじゃないですか、うん。扉2つあるんですけど、どっちにしようかな。これ開けたらどこに行く。かわいい、このシングルサイズのベッドで、小さい子もちゃんとお部屋に入って、すっごい明るい感じ。クローゼットも子供のお部屋ですよね。にしてはクローゼットが大きい方、うん。バスルームですか、あるんですか。なんかいいですね。ここにもシャワー室があって、トイレもあって、シンクもあって、便利です。屋上の8階に着きました。ジムです。道具もたくさんあっていいと思います。で、上にプールがありますので行きましょう。すごいおしゃれです。
軽く泳げて、で子供のプール見てください、丸い形でなんか可愛いですね。遊び場、え嬉しい嬉しい。今22歳ですけど、こう見て遊びたくなる。走るんですか？まあ子供が走れる感じになる。広くない？嬉しいことにチャートのサービスがあります。朝の8時から夕方の6時までエンポニアムまで送り人を迎えがあります。と8時から3時までビッグシーまで送りのサービスがあります。じゃあマミちゃん、ハウマッチの時間がやってきました。僕の方でおさらいしていくんで、エリアとしてはプロンポン駅徒歩10分、家族向けのアパートメントタイプになります。2008年地区の8階建てです。今日見たお部屋は2ベッドルームの120平米のお部屋でした。でファシリティはプール、ジム、子供の遊び場、シャトルサービスがあります。難しいですね。あらいな、あ、あ、オッケー。じゃあいいですか？いいです、はい。マミちゃん、おいくらからでしょうか？65,000バーツ。初めてのタイ、知らない土地ってとっても不安。お部屋だけは安心して過ごしたい。だから私はここに決めた。お部屋探しはディアライフ。スーベッドルーム72,000バーツから。今日の動画の詳細を概要欄に載せてます。いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。